ヒョウモンガメ、ヒョウモンガメ、スティグマシェイリズパードリーズは、ハチウツナカメメリクガメかヒョウモンガメ属、ヤブガメ属とする説もありに分類されるカメ。本種のみでヒョウモンガメ属を構成する。アンゴラ南西部、ウガンダ、エチオピア南部、ケニア、ザンビア東部、ジブチ、ジンバブエ、スーダン南部、スワジランド、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、 南アフリカ共和国、モザンビーク南部、レソト。最大校長70.5センチメートル。死ゆで高長は変わらない。廃坑はドーム状に盛り上がる。甲板は孵化直後から、ある甲板、諸星甲板周辺に成長輪が明瞭で、老齢個体では摩耗して不明瞭な個体もる。諸星甲板を中心に盛り上がる傾向がある。飼育個体で顕著。 高寒板がない。円寒板外縁は尖らず、前端と高端がやや張り出してわずかに反り返る。左右の第十二円寒板は融合する。廃坑や復興の色彩は黄色や高褐色、褐色で、廃坑には初星寒板を除いて黒や暗褐色の細かい半紋が入る。種小苗パードリーズは、ひょののいで、廃坑に入る半紋に由来し和苗や英名。 レオパードイコール表と同義。この模様は草原では保護色になると考えられている。廃坑と復興の継ぎ目。橋は幅広く、2枚の液化甲板と1枚の素形甲板がある。復興はやや大型。喉甲板は突出せず、分厚い。左右の甲甲板の間には深い切れ込みが入る。復興には不規則な暗色斑が入る個体もいる。 頭部はやや小型で、パ板は突出しない。上顎の先端は、針状に尖り、三股、突起が一つの個体や尖らない個体もいる。全額板は、大型で1から2枚。額板がない。全額板を除いて頭部は不規則な小型ウロコで、覆われる。前紙全自然部は、やや尖った大型ウロコが3から4列に重ならずに、並ぶ。 後足と尾の間には2から3個の先端が丸い、大型ウロコが並ぶ。頭部や頸部、四肢、尾の色彩は、高褐色や、単光色。卵は、長径4から5.2センチメートル、単径3.6から4.4センチメートルの、楕円型か、直径3.5から4センチメートルの球形。孵化直後の幼体は、廃校の暗色斑が、規則的だが、 成長に伴い細かく複雑になり、全体的に暗色化する。容体は、復興の甲板の継ぎ目、シームやその周辺が、暗色の個体が多い。メスはオスに比べると廃校が幅広く、高高が高い。オスの生態は、第十二円甲板の外縁が、下方や内側へ向かい、復興の中央部が、わずかに凹み左右の甲甲板の間の切れ込みが浅い、故障。 より太い上に長く、大甲羅に収納した状態でも先端が、第10から11円看板や甲子に達する。メスの生態は、第12円看板の外縁が後方に突出し、復興の中央部はへこまず左右の甲換板の間の切れ込みが、より深い。尾が、より細い上に短く、大甲羅に収納した状態では、先端が、第11円看板に達し、 以前は、形態からインド星メやビルマ星メに近縁と考えられ、陸メ属ジョコロンア族とされていた。各 DNA やミトコンドリア DNA の塩基配列を決定して、分子解析を行い最大節約有法最優方で、系統樹を推定したところ、本種は同じアフリカ大陸に分布する、ヤブガメ属と単系統群を形成すると推定された。そのため本種を、 ヤブガメ族に含める説もあったが、ヤブガメ族は、高長20センチメートル未満と小型であることや、頭骨の差異を重視して、本種のみで、ヒョウモンガメ族を構成する説が有力である。本種とヤブガメ族からなる、単検当群は、同じアフリカ大陸に分布するソリガメ族や、ヒラセリクガメ族からなる、単検当群に近縁と推定されている。ナミビア南部と、 南アフリカ共和国西部を除いた個体群をアッシュバブコック標ガメ・ GP バブコッキーとして分割する説もある。一方で分布の境界線が不明瞭なこと、明確な識別形態がないこと、中間型の個体が多く広域分布することから、アッシュを無効とする説が有力である。主にサバナ気候やステップ気候、砂漠気候や地中海性気候、 西岸海洋生気候の地域にも生息するで、標高3000メートル以下にある、イネカの草本や低木からなる草原、サバンナ、乾燥林、有志植物からなる低木林などに生息する。標高3000メートルの高地に生息することから、南アフリカ共和国では、マウンテントータスとも呼称されるが、産地の斜面や森林、極端に乾燥した環境は好まない。行動は広く、 行動権を変える場合には20から5 0トルの移動を行うこともある。寒気になると不活発になる。温帯域に分布する。南部湖大群は陶器になると、茂みや岩、倒木のもと、シロアリの古いアリ塚、他の動物などで休眠するが、気温が上昇すると、日光浴をした後に活動する子もある。植生は植物食で草、この葉な果実、 多肉植物、キノコなどを食べる。大型哺乳類の骨をかじっていた例もある。天敵は南地最長。繁殖形態は卵生。繁殖期になると他個体に体当たりしたり、ひっくり返して争う。特にオス同士で顕著だが、オスがメスに交尾を迫る際やメスがオスを拒絶して、争うこともある。オスはメスを追跡し体当たりし、メスが動かなくなると鳴き声を上げながら交尾する。 カキやウキに10から30センチメートルの穴を掘り、1回に5から30個の卵を年に5から7回に分けて産む。産卵の間隔は3週間から1ヶ月。卵は178から485日で孵化する。放牧や農地開発による生息地の破壊、野焼きや干ばつによる乾燥化、土壌塩類の蓄積。 食用やペット用の採集などにより生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。2000年代はアフリカから飼育下繁殖個体や養殖個体、卵を採集し、飼育下で孵化させるの流通量が増加し、2006年以降はアフリカ、ウガンダ、ザンビア、タンザニア、南アフリカ共和国、モザンビークなど、 やエルサルバドルから主に飼育下繁殖個体や養殖個体は輸入されている。飼育下でも好調40センチメートル以上に達する大型種のため、極めて大型のケージ及びそのケージ内の温度を維持する保温器具などが用意できない限り、一般家庭での飼育には向かない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。